曲あるいはタイプごとの説明。第3弾はロバート・ジョンソンの「ドランクン・ハーデッド・マン」をやります。この曲はノーマルチューニングの6弦のみを半音1音2フレット分下げたドロップ D チューニングというチューニングで やられてます。まあ、1フレット目にカポがついているので、キーは D シャープというか E フラットになりますね。このロバートの全レコーディングデータの中でもドロップ D チューニングで演奏されている曲はそんなに多くなくてですね、全部で4曲しか残ってないです。別テイクとか含めるともう少し多いですけど、4曲のうちの2曲が、つまりこの曲ともう1曲他に同タイプの曲がありましてですね、まるで対になってるような姉妹曲みたいに存在しております。この2曲とも酒とかビールとか酔っ払ってどうのこうのっていう詩の内容になっておりまして、ブルースのその詩の内容っていうのは大別できると思うんですけど、例えば旅愁だとか失恋だとか、そうやって分けると割とこの酔っ払った話っていうのは軽度にな部類に属すると思うんですよね。まあこのドランクンハーテッドマンの詩の内容は、その酔って昔の子供の頃の辛い思い出を思い出したみたいな、内容としては割とハードなんですけど、このカテゴライズすると酔っ払うという内容のブルースは割と軽いところに分類してもいいと思うんですよね。それで、というのも、こういうこの曲の雰囲気がこう割とスタイリッシュというか、おしゃれというか、そんな深刻な雰囲気じゃなくてですね、メランコリックなという言葉の方が似合ってる感じの、叙情的な客観的な雰囲気がありましてですね、このタイプの曲はロニー・ジョンソンという人がやっていたブルースを真似たものなんですけど、そのロニー・ジョンソンのブルースというのはそういうスタイリッシュなかっこいい感じの雰囲気を持っているので、ロバートはこのそういう酔ったというお酒に関するテーマのものをこうロニー・ジョンソンと紐付けしているようなところがあったのかもしれないなと思います。ロニー・ジョンソンはこの当時のブルース界の大スターで、ロバートも憧れていたこう全く格上のギタリストですね。そういう
知名度とか影響力とかで言うと、おそらく会ったこともなければ、一緒に演奏したことなんてもないし、演奏してるところを見たこともなく、もっぱら SP レコードでの聴いていたようですけど、まあロニー・ジョンソン本人のブルースマンとしての歌はそれほど味わいのあるものではなかったんですけど、ギタリストとして、ギターの名手として名を馳せていてですね、流麗なギター、洗練されたそれこそスタイリッシュなギターを弾く人です。当時のブルースというのはまだ定型化されていない、定型化以前と分類される時代でして、ブルースというのは今では12小節というのが当たり前になって、ブルースといえば12小節のものを指す、まあ8小節ブルースとかもありますけど、基本12で、12小節の中でも大体こうブルースセッションなんかに使われるのは、こうほとんど3コードの2パターンしかありません。2小節目に上がるタイプか上がらないタイプかっていう、ざっくりしてますけど、まあそれ以外でもいくらでも3コード以外でもありまして、4度上がった後ディミニッシュを織り交ぜたり、循環コードを使ってもっとコードを細かくしていくなどありますけど、基本的には今でブルースって言ったら12小節。ただその定型化以前のブルースというのは、大体12小節1パターンっていうのはあるんですけど、そういう感覚は。ただそこらが厳密ではなくてですね、歌い手や演奏者の気ままに1小節長くしたり短くしたり、2拍長かったり1拍短かったりっていうのを、好きなところでそういうふうにするのが当たり前だったんですね。実際ロバートの残した曲の中でもそういう部分が見られます。非常に自然なので気がつかないぐらいの感じなんですけどね。そういう演奏者の間合いで やるんですけど、当時歌だけを独唱しているタイプのブルースマンって存在してて、そういう気ままな歌に違和感なく洗練されたギターを合わせることができた人です、ロニー・ジョンソンっていうのは。そういう特殊能力を持っていましたね。黒人自体、人やリズムに合わせたり、アドリブとかへの対応力は非常に高いと思いますけど、まあ、中でもロニー・ジョンソンはそういう無茶なものに丁寧にうまく合わせるギターを弾くのがうまい人でした。で、そのロニー・ジョンソンタイプの曲ですけど、平歌のところは
こういう感じの割と低音なんか伸ばしたりしてゆったりしてるところがありますね。それで印象的な加工フレーズが伴ってこういうフレーズを、歌の隙間にうまくはめ込んでいって少し長かったり少し短かったりするのをうまく間合いを測っていましたけど、まあ、これがロニー・ジョンソンタイプの基本的な大雑把な雰囲気なんですけど、これがですねロバート・ジョンソン版のロニー・ジョンソンスタイルの曲っていうのは言うほど似てない感じがあると思うんですよね。私は まあそんなに伸ばしたりしないっていう部分はデルタブルースっていうのはもともとこうガッガッガッガっていう割とこう消えるリズムで弾やられることが多い地域なので、そういうデルタブルース版の解釈っていうふうにも考えられますけど、まあとにかくさっきみたいにロバートがもともと昔から憧れてきた一番の憧れの人の曲を満を持して自分のレコーディングの機会が恵まれてそのタイプの曲を披露するっていう流れを考えるとあまりにも淡白で肩の力の抜けたシンプルな2曲と言えると思うんですよね。なんでこういう風に弾いたかという一つ謎があると思うんですけど、私はまあそれはロバートのプライドというか意地みたいなものを感じるんですけど、お前なんか小指一本でぶっ倒せるぞみたいなそういう感じの それはですね、私はこの2曲は全部逆手でやっているんだろうというふうに考えてるんですよ。そこここにそれらしき箇所も見えますし、それで逆手でやってるんです。要するにもう習得特に習得済みでだけどあえてこう力を半減させてでやりますよみたいなそういうことですね。その小指がうんっていうのそういう意味です。まあ逆手でやっていると判断した一番の根拠はですね、このターニングと仮に呼ばせてもらいますけど、部分なんですけど、これは12小節の終わりの2小節を使ってこういうのと同じですね。で終わった後こう5度に一旦行ってそれで次のコーラスにスムーズに移行するためのブルースの仕組みですね。その最後の2小節の部分をターニングと言わせてもらいますけど、これが
ロバートはこれをこの曲では6度セブンス半音下げて5度セブンスっていうふうにシステマチックに下げてますね。もう一曲対になってるという言ってる、何でしたっけ、モンテッドミルクか、モンテッドミルクの方はわずか1音の違いですけど、半音の違いですけど、ディミニッシュディミニッシュセブンスっていう風に展開してます。で、このセブンスので、降りるのも、ディミニッシュで降りるのも、どっちも非常に捨てがたい美しい響きを持っているんですけど、これはどっちも捨てられなくってですね、ロバートは一曲に混在させることをせずに、それぞれの曲に分けたと、振り分けた。だからロニー・ジョンソンスタイルの曲が2曲として残っているんじゃないかと考えてます。当のロニー・ジョンソンはこっちのディミニッシュを使う方が多かったと思います。多かったというか、セブンスで降りる方法が残ってるかどうかちょっと私未確認なんですけど、まあこのターニングがですね、これをなぜ逆手の根拠にしているかというと、これが割とビビって聞こえるんですよ。ビビるっていうのはですね、ギターの弦をしっかり押さえてない時に鳴らない弦が発生して、こんな感じの鳴りのことを言うんですけど、これが割とこのどっちの曲のターニングポイントでも聞かれるんですよね。これはロバートほどの腕の立つ人間がそんなビビるなんて他の曲でもあんまりないですし、実際このこれを押さえるのって非常に簡単なんですよ。これをビビらせる方が難しいっていうぐらいなんですけど、これを逆手でやろうとすると、この小指に負担がかかってですね、いい感じにビビるんですよ。ビビりやすいんですよね。これなぜこのように演奏をしたかというのをさらに考えていくと、ロバートはこういう身体的な状態で起こる現象を美しいものとして捉えてですね、これを意識的にここに当ててたというふうに私は解釈しています。まあギタープレイヤーというのは世界中に名手がいっぱいいて、早弾きがすごい人とかコードを押さえるのが上手い人とかいますけど、ロバートみたいに小指のここの部分
この部分に異常に筋肉がついている、ああいう筋肉のつき方をしているギタリストというのを見たことがないんですよ。よくあのロバートの写真って言ったら、この指の長さがすごく取り沙汰されますけど、まあ確かに指もすごく長いんですけど、それよりも ここの筋肉のつき方の異常さが私は気になりますね。まああの押さえ方で割と長く見えるっていうのもありますし、でそれはこういうこっちの逆手の押さえ方をよっぽど練習したじゃないかという、そういう後の痕跡だと思うんですよね。そうじゃないとああいう筋肉がつかないというふうに考えてます。ただ逆に言うと、そんなに状態になるほどまで引き込んでいる人間がビビらすかって言ったら、そんなビビらせないことももちろんできるでしょうけど、さっき言ったようにそういうこのやり方によって起こる現象を面白いものとして捉えたんだと私は考えています。まあそもそもロバート・ジョンソンが逆手を使っていたかどうかっていうのは全くそんな話聞きませんけどね。世界中で私だけですこんなこと言ってるの。ただブルースというのはこういう外で惹かれて大道芸の一つみたいにやられてたものなんで、こう効果とかを狙ってではなく、見せ物としても結構逆手で使える部分をそういうアクロバティック的に見せたりするっていうことは昔からやられてたと思いますよね。実際戦前ロバート以外の戦前ブルースマンの曲の中でも逆手を弾いてるらしき部分っていうのは私いくつか発見してますので、そういう伝統があったということは考えられなくはないと思ってます。実際割とよく行われてたとしたら、人の記憶にもそんなに上らなかったでしょうしね。まあそれにロバートは徹底した秘密主義だったと言われてまして、あの義理の息子で後にシカゴブルースで活躍したロバート・ロックウッドなんかは演奏するところを全く見せてもらえなくて、あの一度見せてくれと頼んだら一回だけだと、生涯その一回だけというか一曲だけしか見せてくれなかったと言いますね、演奏しているところ。あの演奏の旅に同行した、一緒に演奏したわけじゃないですけど、いろいろ現地に行って別れて演奏したりしたジョニー・シャインズなんかも、そういう旅の時は一切見せてくれなかったと言いますね。あの私もこの放浪している時に音楽やってる人とかに出会ったりして、なんかそういうシーンが何度かありましたけど、ああやって地べたに座り込んでギター持って酒を持ってですね、
出会ったもの同士、どうやって弾いてるんだとか、ちょっと弾いてみてくれとか、一緒に弾こうとかってならないわけがなくってですね、そんな状況も起こるだろうに、どうやってそれを一切見せなかったのかっていうのは、私もちょっとよくわからない。どういう状況なの、どういう雰囲気だったのかなとか、そのパーティーは。不思議なところありますけどね。まあ、ジョニー・シャインズは、ロバートが演奏したところを全く見たことがないっていうわけじゃなくて、そもそも彼がブルースを続けていこうと決意したのは、ある日のそういう酒場で演奏するロバートが、すごくスローで、カモン・イン・マイ・キッチンを演奏した。その時に、すごく周りが静かで、すすり泣く女の人の声が聞こえてきたと。そういう状況を見て、ああ、ブルースを続けていきたいなと思ったなんていう話を、インタビュー、なんかのインタビュー読んだことありますけど、まあそれは暗がりなのか、どういう状況なのかわからないですけどね。まあ、ロバートはステージ上でも用心深くて、演奏を研究している同業者というか、ブルースマンが、らしき人間が、を見つけたら演奏の途中でも平気で出て行って、帰らなかったと言いますけど。それだから例えば、そういう研究とか、音楽のこととか、あんまよくわからないような、キャーキャー言う女性ファンの前では、こういう、逆手の演奏をしてですね、そういう人がいるかもしれない状況では、順手でもう演奏できるようにしておいてですね、それで豊かなトーンを出すための工夫を見せなかったというふうに考えられないこともないですね。まあ、何の根拠もない想像ですけどね。まあ、そういう線もあり得るということは、頭の片隅に残しておいてもいいと思いますけど。で、私はこれをとりあえず逆手だと思っていると。で、イントロからそういう、逆手を使って弾いてるだろうなと思われる音色が結構聞かえるんですよ。で、この曲を3番目に紹介したっていうのは、前述の From Four Till Late、 あれと同じような構造がこの曲にも見られてですね、手間をかけてないものからかけているものへ徐々に複雑にしていって、で、そういうテクニカルに盛り上げていくという手法がこのドロップ D の2曲にも色濃く見られます。まあ、ただのダウンで、次はつまみを入れて、2本というものに変化していくとか、こっちでも音を鳴らして、雑味をつけて、
みたいな変化。が聞かれますね。それと このフレーズがですね、非常に変わった音遣いだなと思います。この辺もこっちのロニー・ジョンソンは普通に4度上がったところなんかは、弾いてますけど、ロバートの場合はかなり変わった押さえ方で、このどの音も残るようなにして、不思議な特殊な雰囲気を作ってますね。これなんかも逆手じゃないとちょっと抑えられないと思います。こんな風にこの曲はやられてると私は思ってます。まあ今日はこの辺で、では。Thank you.